はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。スプラトゥーン3実況プレイ始めていきたいと思います。本日はオーバーフロッシャーを使ってガチアサリ、スメシーワールドガチアサリが動画初登場なので、そちらの方お話ししていきます。よろしく。はい、ということでやっていきましょう。ガチアサリスメシーワールドです。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあちょっとお風呂の需要が最近にわかに高まっているという話をね聞きましたんでね、ちょっとお風呂を、ね、ちょっと持ち出す回数増やそうかなって思いながら、はい、やっていきます。スメシーね、とりあえず初動はね、割とこうアサリ散らばってるは散らばってるんですけど、取られたくないポジションもそこそこあるんで、まあ基本的にはこの真ん中とかをねこううまく、いや無理、それは無理。あーうまし、まあ基本はやっぱね、どのルールもそうなんですけど、真ん中をとりあえず安定的に取ることですね。うん、それが非常に大事でして、まあその上でただアサリが結構散らばりやすくもあるので、まあどの位置でどう戦ってる誰でもそうなんですけど、まあわりかし基本的にはアサリを常に数個持った状態で戦っていくといいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、で下入られてるね。うわっ、ナイス。ちゃんとこれはぶっ壊す。リーコンになっちゃいますからね。右入られてますね。上も入られてますね。ちょっとこれ怪しいですね。あんまりね、ガチアサリにね、危ない。あんまり釘付けになっちゃうとね、横とかから結構入られるステージなんで。ナイス。そうそうそう、あんまりね、無理しないことですね。OK。これで多分、クリーンになったんで、戻ります。まあフロアね、対面弱いっすからね、基本的にね。でまあ一気にこの盤面をね塗り返して取りに行くっていうことが非常に大事ですから。ナックスがニャーッニャーッニャーッ、来ないかな、行ってないか。いやーチャンスなんです。おっ、あ惜しい、あと1、ナイス。まあ基本的にね、さよなら、私は入れます、私は入れるタイプなので。はい、まあ、相手がいそうなところにフローを置いていくと結構いいですね。ただここがね繋がらないんだよな。そう、あのねスメーシーって、まあ、2のステージじゃないですか。だから全体的にそのアサリがね、なんかまばらに置かれることが多いんですよ。ゆえに後衛武器が多いとね、ちょっと繋がりにくいことがねまあまああるんです。ここ、あーいや作ったけどね、ちょっと長かったですね、思ったより思ったより回収、いやー行くのそれ、よく行くね、行くね、よう行くね。そしてよう飛びますね。惜しい、これワンチャン折れないかな、どうしようかな、行けない、下ね、無理かな、ヒャッハー、無理です、全然無理です、ごめんなさい全然何がヒャッハーやねんみたいな。こういうのね、まあ、フォローできると強いんですけど、あんまりフォローできないと全然大したことないどころか、むしろカウンター食らっちゃうんで、あんまりね、ここ来ない、まあ、入られた場合はここですよね。そう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 、でしっかりこういう丸く塗りを取りたいときはスプリンクラー、縦に塗りを取りたいときは本体、あとゾーンで前に取りたいときは雨。これ一回きついんで取りましょうか。はい、いや間に合わないか、落ちている、ナイス、ラッキー、これはラッキーですねこれただのラッキーですね。そうですね、これね割とね、アサリの守備ね広く見たいんで、でちゃんとアサリの守備っていうのは、いやー行くね、マジか、これどう合うかな、合わせられるかな、無理かな、降りてくれ、はい、1,2,3,4,5,6 個入ったよ、あとは無理だよ、あとは無理だよ、あと何も無理だよ、あと頑張って味方どうにかして、アサリがない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 、どこにもないどこにもないんだったら戻る、いやーすごい味方強い
全然味方つえ。アサリを取りましょう。アサリを取ることは守備になりますからね。それはどのあれでもそうですけど、ただあんまりここの急ぎすぎないことですね。全然勝ってるし、残り30秒だし、ガチアサリこっちがあって、カウンターアサリが、まあ、向こうに残ってるだけなんで、まあ、これはアサリを、細かいアサリをちょっとずつ取りながらね、相手のこう攻め手を減らしていくのがまあポイントかな、こういう時はね。まあ、特にあのお風呂なんか割と、まあ、対面弱い分さっていう、これピンチですね。あ、マジ？いけるかなこれ。ワンチャンないよ。無理か。ちょっといや今ステジャン履いてないんでね。ステジャン履いてたら今のはまあでも見つかってやる距離だとは思うんですけど、ね。じゃあそこで1個当ててったらいいのかなみたいな。これ下ですね。はい。相手のガチアサリが全然前に来てないとか、ガチアサリないですねそもそも、ね。落ちてますね。そこだけですね。はい。ナイス。味方が結構積極的にアサリを突っ込んでくれてたんで、まあそれに合わせていけばよかったなっていう簡単な試合なのと、うん、まああとは、やっぱスメーシー繋がりにくいですからね。いかにやっぱそのガチエリアとかと同じように真ん中取れるかっていうのをこう重視した立ち回りがいいのかなっていうふうに思いました。はい。はい、引き続きガチアサリやっていきたいと思います。スレーシーワールドです。さっきちょっとあんまり守備のタイミングなかったんで、ね、ちょっとその守備の話とかも少しできたらいいななんていうふうに思っておりますとね。なんか意外とね、そのこれニコ生の話なんですけど、ニコ生でリスナーさんとお話してるときに、意外とお風呂使ってる人がそれなりにいるらしく、意外とそのモッティの風呂の事情っていうんですか、意外と需要があるというのを先日判明しまして、なんか何やってるのかわからないってことですよね基本的に。この辺とか言ってるのは何なんだっていうのをもうちょっと言語化してくれみたいな話をねされたので、ちょっとそういう取り組みのために少しフローをさ持っていこうかなっていう風に最近思ってるわけなんですよ。うん、まあそれなりに理由があってそれなりに打ってたりとかする部分とかも結構あるんで、適当な部分も割とあるんですけど、マジ、あーそこ来られちゃうとナイスって割って、そうで、まあ基本ここが一番攻めの要になるんで、スメーシーは僕この高台を割とやってるのはそういうことですね。ナイス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 。で次に真ん中、ただ真ん中打つときは割とこの回転台から入られちゃうことが多いんで、そこを抑える。で一回これは引きます。でアサリがタイミングよくあります。でアサリあと1個欲しいですと、いややめて、無理か、あーそいつ、いや入られちゃうのきついよ。ナイス、これはたまたまです。何それ、無理、ここナイス、これは狙ってます。はい。何が違うんだよ、だから言語化しろよ。ナイス、ちょうだい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 、ナイス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 、ありがとうありがとう、ナイスナイス、はいはいはい。であとはこうしたらアサリをまあ集めるんですけど、ナイスナイスナイス、いいよ。こうやって雨をアサリ近辺に置いとくと、アサリゴールのね近辺に置いとくと、割と味方が、いやーそれは無理ー、最低。割と動きやすかったりとか、ゴール前でね、ゴール入れやすかったりとかもあるんで、まあ、やっぱ周りを本当に見ることが大事なのと、あとは味方の相手の動きを予測しながら打つことと、まあ、あとは相手の強ポジを覚えることですね。相手ってかまあステージのね、それは本当に大事ですね。あーやばい、いよっ、今止まりましたね。ローラーが入ったんで、これは任せます。だってローラー勝てないもん、取れないと。で、この辺取られてるんで、あーそんなとこにトライストリンが、もうちょっと前行った方がいいよ。もうちょっと前行かないと繋がらないから、これ戦ってここ不毛なんで一回戻りますね。でアサリだけ作っといて、一回置いといて前向かして、あーあーこ大丈夫ね、ノートナイスナイスナイス。でここを今33対80じゃないですか、焦る意味全くないですね。うん、相手のトライストリンガーがあんまり入ってきてないっていうのと、割とローラーがさっき1分前ぐらいに
単独で動いてたところがあるんで、で味方は結構タイミングよく入ってくれる味方なので、あ、いいですね。あ、ちょっと雨遅かったかも、うん、ナイスナイスナイス。そこに合わせて雨打ちながら俺が投げたらいいんでしょっていう、はい、で投げたらそこで逃げる、ナイス、うまい。そうだ、ちゃんとね周り見れてるとね、意外とそのアサリも入れるタイミングとかがわかるよね。ね、ああ、ちょちょちょ、ま、今さフェイントかけられたんだけど、ゴールに。ねえ、今上がったよね一瞬ねえ、ちょっと待って、上がっちゃったから、あ、戻ろうと思って、ああ、あえて回線落としちゃってます、ちょ、いや今のさ戻りましたよね絶対ね。ナイス、マジでなんかアサリってするの多くない？前も一回なんか疑惑の判定あったんだよな、ゴール入ってるはずなのに入ってないみたいな、ね、これ無理です、負けです、これ負けです、はい。あ、でも倒しましたね。そうですね、まあまあまあ、あの相手の動き見ながら M あえて外しに行くやつですね、まあね、まあ、慣れですねこの辺はね、本当にやば、めっちゃやばい、めっちゃまずい、めっちゃまずい、めっちゃまずいんですけど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 、大丈夫さすがに負けないよねこっから相手のガチアサリもないので、まあ負けないですね、はい。ちょっとまあこの試合ちょっとあれなんですけど、まあ割と動き的にはいい動きできた部分結構多かったんで、ちょっと採用しますね、うん。じゃあ、あとはまあそのガチアサリ止めて勝ちですね、はい。味方がガチアサリ入れてもいいですね、これ取ってもいいですね、こういうタイミングはもう取っていいですね、はい。いるかな、いないな、ナイスー、ナイスー。じゃあ終わりですね、はい、間に合わないかな、ナイスー。うん、まあ読みです、要は経験武器です。使ってたらね勝手に上手くなるよこの武器は。あんまりこうだから対面を拒否しすぎるのも良くないし、対面作りすぎるのも良くないから、まあ、うまく味方と一緒に連携しつつ回っていきましょうって武器でした。はい、以上モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタン、 Twitter のフォローよろしくお願いいたします。問題、このネジ何のネジ、トイレに落ちてたちっちゃいネジ何のネジでしょう。正解を僕に誰か教えてください。本当に困ってます。何のネジなんだか超怖い。あったかくして寝ろよ。